今回オリンピックね、うん、ブレイキン見てて、はい、いつ脱ぎ太郎出てくるのかなと思って全然出てこないからさ日本代表で、ねね、パリでねなんか DJ のか MC みたいな人にさ脱ぎ太郎カモンみたいなさあよく出てくるな ね, ね入場からねあのカンガルーの人話題になったの、うん、俺悔しかったもん日本には脱ぎ太郎がいるのにと思って審査基準が、うん、あって、まあ、もちろんすごいことするのもあるんですけど、うん、1個だけ、うん、多様性っていう部分があって、うん、それだけやったら一点張りで勝てるかなって、うん、いやもちろんだよいや、はい、これやんなきゃと思うけどね、まあ、ちなみに葵さんはなんかこう、はい我々なんかこう高校生とかの時はよ、うんうん、なんか脱いだら面白いみたいななんか文化かがあって俺もなんかアルバム見るとほぼチンチン出してるからで今思うと全然面白くないんだけど、うん、そういうのはあるんですけど、うんうんうん、女性はそういうのはあるんですか？いやでもギリギリで見える見えないみたいなやつはやっぱりちゃんと見ちゃうし、うん、どうなんだろうってやっぱこう見てしまうっていうのはあります、うん、なるほどね、うん、そういう意味でねど見えないままいけんのかとかそう海外であの、うん、ゴッドタレントってあるじゃないですか、うん、ああいうのとかに、うん、もしかしたらウケるんじゃないかなっていう気持ちはすごくあってちょっと、ね、見てみたいなっていう、ね、なるほどな